株式会社フェリシモは、兵庫県神戸市中央区に本社を持つ大手、通信販売会社。1965年創業。主に自社開発による通信販売業務を行っている。開発商品は、ファッション、生活雑貨、ホビー商品、美容関連商品、食品など。幅広い年齢層の女性をターゲットとして、医療品、生活雑貨、インテリア、 化粧品などを販売している。キッズ商品や一部メンズ商品の取り扱いもある。カタログを配布して、はがきやネットで申し込む形式が主流である。商品は多くの場合、ハンプ会の形式をとっており、いくつかのシリーズ商品のうちどれが来るかはわからないのが特徴である。ハンプには最後まで参加しなくても良い。同業のセシールが、 比較的安価という方向性を持っているのに対して、フェリシモの場合、可愛らしさやスタイリッシュ、あるいはエコなどといった、付加価値の面を重視している点が、商品傾向としてある。なお、フェリシモは、協力企業のネットワークを通じてある意味でどんな、商品でも作ることができる SPA を行っており、利用客の声がダイレクトにプランナーに届く仕組み、及び、 コレクションという毎月シリーズでお届けする仕組みを持っている。また、利用客の声に反映した商品作りの場を提供し、フェリシモ生活雑貨対象やクチュリエ検定試験といった双方向性を確立している。毎月一口100円から始めることのできる義援金及び東日本大震災復興支援ポータルサイトもっとずっときっと解説。 ピースバイピースコットンプロジェクトをはじめ、緑豊かな森を残すことを目的に、毎月一口100円の寄付による、フェリシモの森基金、インドのタゴール協会と、花、花、緑基金、沖縄産後基金、紅葉樹の森づくり基金、アルモンド未来の森を育む基金を開設し基金を通じて、自然環境を守り、育てる活動を、国内、海外で実施。 2021年10月、神戸市中央区本社ビル内に、チョコレートの企業博物館、フェリシモチョコレートミュージアムをオープンさせる。同社が、下請け会社88社に対し、医療品などの商品を、納期経過後も返品に応じていなかったなどとして、厚生取引委員会は2013年3月29日に、下請け法違反で、再発防止を勧告した。その後、 同社は、勧告に基づき、受領拒否と認定された、受領拒否相当の給付についてすべて受領是正、下請け事業者に製造委託した場合の受領する、期日を定め、必要事項を発注書面に記載するようにシステムを改修をし、発注書面の不備の是正を行った。日本経済新聞2014年7月31日ウェブ間 ライン売買商品を定額で配送フェリシモと、定携、大きさ別の一律料金2014年9月18日確認。カタログは、JR 西日本の主要駅にある、パンフレットラック内で配布している。日本マーケティング協会ビューポイント2013年9月14日、確認2011年6月3日、プレスリリースみんなで、息の長い復興支援を、 フェリシモ東日本大震災復興支援、ポータルサイト、もっと、ずっと、キットを、開設2013年12月9日確認。フェリシモ CSR 活動環境保全、育成2013年12月9日確認。目指すは、世界一神戸に来週チョコ博物館開設。兵庫お出かけプラス。2021年1月5日閲覧。 通販大手のフェリシモに再発防止勧告公取下請け法違反で、日本経済新聞2013年3月29日、公正取引委員会の勧告に基づく対応について2013年9月20日確認。ありがとうございます。